札幌市北区の無職宮西博隆容疑者は昨日札幌市北区のコンビニで60歳の男性店員を刺して殺害しようとした疑いで逮捕されました。店内では他にも2人の店員が刺されていて、そのうち40代の男性店員が死亡しました。その後の警察への取材で宮西容疑者がレジカウンターからバックヤードへと移動し、次々と3人を襲ったとみられることが分かりました。また男の逮捕場所付近には包丁が複数本落ちていたということです。札幌市北区の住宅街にある地下鉄の駅にもほど近いコンビニエンスストアの前、実はこの時すでに男は3人の店員を襲った後で、現場の雪の上には血痕が残されていました。包丁のようなものを持った男が暴れている。昨日午前7時前、札幌市北区のコンビニセイコーマートで店員3人が刃物を持った男に襲われました。襲われた店員は1人が死亡、2人が怪我をし、男は現行犯逮捕されました。次々と店員を襲った男は札幌市に住む無職宮西博隆容疑者43歳です。殺そうとしたことは間違いありません。警察によりますと、日曜日の朝、宮西容疑者は買い物を装った感じもなく入店してきたといいます。しばらく店内をうろついた後、宮西容疑者はレジカウンターに入り、60代の男性店員を刃物で襲い、次に店舗中央にいた50代の女性店員を襲いました。その後バックヤードにいた40代の男性店員を襲った後、店外に逃げた60代の男性店員を追いかけ再び襲いましたが、現場に駆けつけた警察官に逮捕されました。襲われた3人の店員のうち、バックヤードで刺された40代の男性は病院で死亡が確認されました。50代の女性は命に別状はありませんが、店の外で再度襲われた60代の男性は意識はあるものの軽傷ではないということです。